第0話宴の始まり。いやー、爽やかな春風に当たりながらのバーベキュー、最高だな。はい、お客様、お茶をどうぞ。お、ありがとうよ。源さん、来てくれてサンキュー。別にお前のために来たんじゃねえ、肉食いに来ただけだ。クッキーを元気にやっているか。これはこれは、もっとご主人様。おかげで無病息災だ。相変わらず態度まで変わるロボだな。おい、戦闘用なのでそやなのは勘弁願いたい。というか、お前に態度が変わるとか指摘されたくないな。あんだと。どうした、アズミ。なんでもありません、ヒデオ様。やれやれ。おい、縁も竹縄というやつだぞ。私たちはいつでも OK だわ。今回もまた賑やかになりそうだね。望むところだ。ナエッチ、頑張って目立とうな。ゲストは女ほとんどいねえのが残念だがな。私はヤマトさえいればそれでよし。それでは我がまとめの言葉を。それは俺が言うの。我だ。俺だ。まあまあ、ここは二人同時にでいいんじゃねえの。ちっ、まあいい。そんじゃ今回も張り切っていってみよう。ドラマ CD2 巻、満を持してスタートである。あー、第1話、俺の考えたすごいすごいマスコット。放課後である。カズコ殿、たまには一緒に帰ろうではないか。お邪魔します。あ、クキ君。もう悩むな。そう簡単にアイデアは出ないわな。おい庶民よ、質問がある。俺様のことかよ。ここの連中は何を悩んでいるのか、解説キャラのモロに聞いてくれ。僕そんな役割じゃないよ。許す、申せ。言わないと体中の毛を剃り落としますよ。うわぁ。ジュンとキャラが被ってしまうな。安住はお茶目なことを言う。実は川上市のマスコットで悩んでいるんだ。ゆるキャラというやつか。別にゆるくする必要もねえがな。我はセント君を見たとき、その奇抜さに賛辞を送ったものよ。今では人気ですからね。さすが目利きです、ヒデオ様。川上氏が新しいマスコットを募集してるんだよ。郷土愛を持つのは良いことだ。褒めて使わす。だろう。私なんて3年の先輩なのに一緒に考えてるんだからな。マユッチも1年生なのに参加してるんだぜ。ヒデオ様、この人たちはそんなけなげな連中じゃないですよ。カズコ殿はけなげだろうが。失言でございました、ヒデオ様。我はいい。カズコ殿に失礼だと言っている。申し訳ありません、申し訳ありません。ちょっと額を床に打ちつけて謝らないでよ。気にしてないって。カズコ殿以外はけなげではありません。それなら許す。ああ、もううっせえな。アンが寝れないだろう。確かマスコットをデザインした人間には賞金が出ると聞いてますよ。聞く。金欠なので飛びついたのでしょう。さすが痛いところをついてきやがるぜ。事実だしな。確かに金目当てだ。だがこの街も大好きだぜ。だからいいものにしようぜって知恵絞ってるんだ。確かに、やるからにはマジだな。そして金はいただく。その開き直り、あっぱれだ。我も考えてやろう。ならば安住も考えますって言ったそばからひらめきました。おお、さすが S クラス、頭の回転早いな。褒めるのは早いぞクリス。で、何？マスコットといえば町の名物をかたどらないといけませんよね。はい、それは必須項目になっています。町の名士である秀夫様の20分の1フィギュアなどいかがでしょう。そんな提案だと思った。却下である。秀夫様、我は世界の名士、地球のマスコットとしてならそれも許可しよう。申し訳ありません、主の規模小さく見ておりました。ああ、もう騒がしいのが加わったな。馬が多いから玉川、
つまり馬のマスコットでいいんじゃね。つまりオラを量産化すればいいんじゃね。それだと売れないだろうが。だってだってだってどういう意味だこれ。確かにオラはイケメンじゃねえさ。でもぐらいマスコットに必要なのは愛嬌じゃろがい。愛嬌じゃろがい。そんな風に悪態つくやつが愛嬌あるって言えるか。ごめんリンコ、今からぶりっこしても遅え。残念でしたね松風、まだ終わってねえさ。いや諦めろ。川上の有名なものをリストアップしてそこから決めるのはどうだ。だな、まずは川上。一番有名よね、我が家のことだけど。あとは工場とか焼肉とかもかなり有名だよな。まあぶっちゃけ風俗街とセットで有名なんだけどな。あとは、なんかあるかよ。なんか意外とねえな。七浜はベイブリッジとか赤レンガとかいろいろあるのに。改めて考えるとそんな出てこないのな川上って。いい街なんだけどな。好きです川上、恋の街。それは街の歌。ゴミ収集車からいつも音楽流れてて洗脳されるよな。とりあえず今出ている中から絞ります。オラの時代が来たか。だから元から候補に上がってないよ。あち、焼肉ジューシーくんとか。どんなマスコットだよ。そりゃ肉焼いてる太った男だよ。いつも肉焦がしちゃうから常にご機嫌斜めなんだ。そんなマスコット愛されるわけないでしょ。汗が肉汁とかいいアイデアだと思ったのにな。暑苦しいわ。下手すれば子供はトラウマものだな。私ひらめいた。皆の者を静粛に。川上院のくず餅を前面に押していくのはどうかしら。俺もそれ言おうとした。川上のお土産はくず餅で決まりって言うしな。おお、ヤマトと意見が一緒だったなんていい感じ。あれ美味しいしな。異論はないぞ。焼肉とかよりなんぼもいいな。なんかゲンはワンコに甘い気がする。そんなことねえよ。オラは上級者向けだからな。ま、庶民にはスイーツでいいんじゃね。妹冴えてるな。いい子いい子。ワフワフ。じゃあ可愛いくず餅ちゃんとかですかね。却下。なんでだ俺ボケ、膝の皿砕くぞ。なんてね、キャノン。おい茎見たろ、今のメイドの代わりに。ああカズコ殿、可憐だ。重要なところは見てないし。そりゃ見てないところ狙ってやってるからな。なんちゃって。いつか正体を突きつけたいな。くず餅ちゃんはおそらく他の応募者も考えてくるだろう。確かに容易に想像できるね。埋もれていては勝てないぞ。反論するだけじゃなくて他の案を出せよ。かといってくず餅はいいアイディアだから固定して別の方向性を探る。ずーと応募者のハガキイラストを並べてみて明らかに目立ってる、そんなのがいい。くず餅が焼肉と肩を組んでるのは。もう肉から離れていいぞ。おう、肉、甘美な響き。これから離れるのはやっぱり寂しくなったのよ。しかし今の奇抜な発想は悪くない。他に風俗という特性を生かそう。嫌な予感しかしないが聞こう。くず餅がくず餅とよろしくやっているイラストでどうだ。そんなの決まったらイラスト指さして子供がママあれ何してるのって聞かれるでしょ。なるほど、そこで性教育できるから一石二鳥だな。そうなる前に PTA とかに叩き潰されるよ。気になるのは自己主張が激しい市長だ。自分の胸像とか景品に出してるぐらいだしな。市長とくず餅が肩を組んでいるとか。いくらなんでも媚びを売りすぎであろう。そうかな、決まりそうな気がする。さすがに市のマスコットとなれば他の連中が止めよう。まあ後々まで残るしな、さすがに止めるか。くず餅が工場で何か製造しているとか。ちょっと分かりにくくないですか。朝から夜まで残業しっぱなしで疲れた顔してるんだ。なるほど、成人病、死のカルテットにかかって苦しんでいる設定とか。夢も希望もないマスコットでしょうが。ひらめいた。ここでキャップだ。ズバリヒーローとの融合だ。ご当地ヒーローとマスコットを掛け合わせる。名付けてクズモチマン。絵にすると身長180センチのスマートなくず餅が一個そびえ立っている。いけるな。え、いけるんですか。いけるね。ツッコミ上手なモロさんまで。モロは特撮好きだし査定甘めだな。シュールすぎやしませんか。
よく考えてみろ。応募されてくるイラストたち、みな夢いっぱいの可愛いマスコット。そこにスマートにそびえ立つクズ持ちマン。確かに目は引く。確実にご当地ヒーローネタと合わせていくと企画も通りやすいんじゃねえかな。そう言われるといける気もするぜこいつはよ。ところでこれどういう設定なんだ。丹精込めて作った巨大なクズ持ちが意志を持ち動き始めた。階段じみてるな。いやありだ。彼は正義感に満ち溢れていた。心で思うことは一つ、悪はとにかく許さない。こうしてクズ持ちマンは町の治安を守るべく動き始めた。いけるな。いけるのかな。必殺技はあるのでしょうか。己を食わせて食い切られる前に喉を詰まらせる。その技の欠点はしくじると食べられていなくなるってことだね。我が身をかけての必殺技、胸が熱くなるな。必殺技名も重要だ。何かあるか。では我が公正に判断してやるぞ。さあ熱い技名を出していけ。ワイルドシュート、メルティングパニッシュ、超キューブクズ持ち切り、フィニッシュ、これだ。インペリアルブレイクタイム、アウトロースラッシュ。あらあら皆さん子供ですね。そんな技名一つで熱くなって。でもこれは重要なことだと思うね。モロが燃えている。じゃあクズモチックブリザード。うむ、それでよかろう。ブリザードの部分全く関係ないじゃん。それよりも特撮にはライバルが必要ではないか。特撮と言ったらライバルだよ。そこでライバルキャラとしてクズモチマンナスカを一緒にデザインしてしまえ。このキャラもグッズ展開できますよと売り込むのだ。さすが次期財閥当主、証拠たくましいな。ナスカじゃ何の関連性もないだろう。クズ餅の特徴って一言で表すと、黒蜜やきな粉で食べる、酢味噌で食べる人もいるらしい。クズ餅マン酢味噌で、語呂悪い。だが面白いではないか。ヒーローショーなどやれば盛り上がるのではないか。なんなら我が中に入ってやってもいいぞ。正義のヒーロー、クズ持ちマン参上。この町を泣かせる犯罪者は許さん。声がかっこいいから似合うね。えらく熱血系なのも王道でいいな。クズ持ちマンのデザインは私がしてみた。どれどれ。こいつ股間がもっこりしすぎだろ。これだけでかけりゃ確かにヒーローだけど、これはないな。ヤマトのを参考に書いてみました。嘘だぞ、騙されるな。小さいぐらいではないか。なんですと。これぐらいご立派だと主婦の人気者になるかも。それにしたって奇抜すぎるよ。わかったよ、挑戦するよ。みんなエンターテインメントがないな。常識がないよりマシだっての。はい、調整終了。よし、このデザインをもとに俺がしっかり絵を仕上げよう。おい、風間って絵うまいのか。びっくりするぐらいうまいですよ。わあ、才能の塊ですね。みんなの意見がまとまりつつあるね。賞金は山分けだぞ。いや、夢が広がるな。おいおい、聞いたぞ。1ヶ月前に考えたクズ持ちマン、川上市のマスコットに選ばれたそうじゃねえか。そうだよ、今キャップが代表してインタビューとか賞金受け取りとかやりに行ってるんだ。市長はクセモノだからな。賞金の代わりに自分の胸像とか進呈してきたら断れとキャップには忠告してある。町の新聞には載るし、ジジイも学長として鼻が高いと喜ぶし、いいことずくめだな。町の学生たちが考えた。旗から聞けば美談だしな。俺もマスコットの話を辞退してよかったってもんだぜ。そんな話はなかった。しかし、いざマスコットとして採用されると思うといいのかなと思うわ。他の可愛いマスコットと比較すると奇抜すぎるからな。その奇抜さが話題を呼ぶ。そしてくどいようだが、世の中話題性だ。ま、時間使って話し合った甲斐があったな。これも和子がクズ餅のアイデアを出してくれたおかげだ。いやー、照れるな。やっぱワンコには甘いな。だから違うっつってんだろ。違うの。いや、それは
なんだ。うるせえ、知るか。ゲンさん不器用だね。何がだ。後になって後悔しないようにね。意味不明なことを嫌がるのはやめやがれ。お、どうやらキャップが帰ってきたようだな。気配でわかる。さあさあお前たち帰ってきたぜ。バッチリ感謝されてきたぜ。やった、これで貧乏生活とはおさらばだ。賞金の代わりに別なもの提案されなかったか。ああ、自分のブロンズ像をその賞金で買わないかって言われたぜ。とんでもない市長だな。買おうかなと思ったけど、ヤマトに言われてたから辞退したぜ。買おうとしていたお前が恐ろしいな。組みさしておいてよかったぜ。まさか地域振興券なんてオチはないよね。いや、ちゃんと金だぜ。ようやく報われる時が来たな。ほらよ、これが賞金だ。全部ウォンじゃねえか。第2話、せめて自分らしく。それにつけても金がないな。またこの悩みか。まあ1話で稼げなかったからな。1話って言うな。確かに欲しいものだらけだ。やりたいものだらけ、やらなきゃいけないことも積もるだけ。必要以上に落ち込みすぎだって。まあ金欠は学生の職業病みたいなものだからね。あ、そういうものなのか。クリスはその服新しいね。ああ、日曜日父様と買い物に行ってな、おねだりして買ってもらったんだ。よかったねクリス。クリは幸せ者だな。やはり子供とはうまいな。恵まれた人間は放置して、俺たちは金稼がないと。夏休みドカンと遊ぶためにはな。俺思ったけど、競馬とかで倍にすればいいんじゃね。限りなく人間終わってる思考だってそれ。あ、そっか。この前子供のような目をしてたおっちゃんがそんなこと言ってた。おっちゃんになったらいい加減大人の目をしてほしいと思うけどね。じゃあ俺ずっと子供のままの目をしてよっと。ヤマトは何でも OK だよ、危ない目をしててもね。理解のある女の子に好かれてよかったね。理解ありすぎだろ。いいか君たち、ちょっと聞くんだ。クッキーどうしたの。まあ学生だからお金が欲しいのはわかる。でもその前に君たちは自分を戒めるべきだよ。なんだなんだ、ロボに説教されたぞ。僕は君たちのことが大好きだ。だからこそ苦言を呈すよ。俺様たち何かやったか。日々貧困法制に生きてますよ。僕ね、君たちが一人でこの秘密基地にいるところをこっそり撮影しておいたんだ。何のためにそんな公開処刑をする。自分がちょっと人として軸がブレていると認識してほしいからだよ。ひどいぞクッキー。あ、僕だって辛いんだ。でも君たちのためは思ってやってるんだよ。逆切れしたわ。それじゃフィルムスイッチオン。おお、クッキーの目から光が。壁に何か映ってるぞ。映写機能まであるとはすごいです。まずはマイスター、風間翔一が秘密基地で一人の場合。あー、誰もいねえのか、退屈だな。漫画を読み始めたぞ。誰か来ねえかな。いまいち集中できてませんね。あー、もう退屈だ退屈、遊びに行ってくるぞ。出かけちゃったな。いつも通りのキャップだな。これのどこが恥ずかしいんだ。問題はここからだよ。諸岡拓也が基地で一人の場合。僕そんな問題起こしてるっけな。お、映像映った。熱心にヤングジャソプを読んでるな。別にただ週刊誌を読んでるだけじゃない、キャップと同じよね。違うよ、読んでるヤングジャソプをアップするよ。ああ、これヤングジャソプの中でもエロい漫画じゃねえか。ああ、モロのエッチ。偶然だよこんなの。でもモロの行動をよく見ると、なんと
週刊誌でサービスシーンだけ読んでいってるではないか。うわーだ、これはたまたまだよ。モロのむっつり、みやこ、あ、ちょっと待って、これ以上ストップ。なんでだ。あ、袋閉じだ。袋閉じをハサミで開けてるぞ。おいおいモロ、お盛んだな。はい、問題発言出るよ。なんだ、あんまりエッチじゃないじゃん。私の中でモロを見る目が変わったわ。これは捏造だよ。モロはモロだけにモロがお好みだったようだぜ。松風、お下品ですよ。うう、恥ずかしすぎる。 C の都が基地で一人の場合、私のは大したことないよ。あ、これヤマトが使ってたマグカップだ。さっきまでヤマトいたんだ。それではいただきます。ヤマトの味。マグカップを舐めてるぞ。なんだ、その程度か。ね、普通でしょ。つまらんな。いやミヤコ、改めてすごいな。慣れていない私たちにはショックで胸に空が落ちてきそうです。ちなみに島津学徒が一人の場合はとてもお見せできないので流さないよ。何してたのさ。だと思った。故に俺様余裕なわけよ。考えるだけでおぞましい。では次、川上桃代が一人の場合。問題児きっと宮子に言われたくないな。というか、私は何かしてたかな。よーし、変身た。違うな、もう一回。さあ行くぞフィリップ、変身た。今年のヒーローの変身ポーズを真似してる。子供でしかやらんようなこと。これはその、待て、うわ、姉さん顔真っ赤。珍しいこともあるもんだな。見るな見るな。元気出してお姉様。ワンコに慰められた。次はクリスが一人の場合。ここが勝負、勝負の時なのだ。だからマジで立ち向かえ乙女。ひたすら歌ってる。可愛らしいことで。さあ、まだまだ続けるよ。なんて恐ろしい拷問なんだ。さあ、今ので全部だ。いいかい、これを見て反省しただろ。これを機にもう少し謙虚に生きるんだよ。いやモロノはひどかったな。公開できないガクトに言われたくないよ。マユッチの松風と喋るとワンコの特訓はいつも通りだな。ヤマトは携帯いじってるだったわね。でもクリスさんのはあるあるでしたね。そう言ってもらえると助かるぞ。盛り上がってどうすんだよ、聞いてよ人の話。そんなので聞く連中だったら苦労しないって。ミヤコ、ところでそのヤマトの着替え映像とかこっそり撮影してないの？はあ、もうこんな人ばっかり。第3話、ニヒルなものにかぶれるお年頃。はい、いつもスランコー。がっ、くしょう、なんという豪運。町が予測できても勝手に積もられちゃどうしようもない。泣いて流れを変えようとしても関係ないもんね。ヤマトだってプラマイゼロじゃん。ナイス接待麻雀。嬉しくねえ褒め方だ。結局麻雀勝負のトップはキャップか。で、誰にどんな罰ゲームを出すんだ。そうだな、じゃあヤマトに罰ゲーム。俺かよ。モロとかおすすめだよ。ちょっと、自分が助かりたいからって人巻き込まないでよ。てへ、バレた。
可愛く言えばごまかせるもんじゃないからね。見苦しいぞヤマト。キャップの指定する罰ゲームって無茶ぶり多いんだもん。じゃあヤマトはこれから2時間子供時代の喋り方で話す。あの香ばしい喋り方をしろと。そうだ、キザったらしいあれだ。マジかよ、あれ忘れたい出来事だぜ。それぐらいじゃねえと。それいいね。罰ゲームという名にふさわしいぜ。シビアだな。なーに、罰ゲームだってことはタイミング測ってみんなに説明してやるよ。それを聞いて安心したぜ。積み上げてきた爽やかなイメージがあるからな。こいつほんと外面気にするな。当たり前だろうが。で、もうすぐ姉さんたちも基地に来る時間だよな。うん、そろそろだね。クリスたちにあの喋りを見せてやれ。わかってるか、罰ゲームはすでに始まってるんだぜヤマト。望むところだ。お、切り替え早。なんだかんだでノリノリなんじゃねえのか。今日も退屈だったな。おい、ミヤコ、ムーンウォークを交えつつダンス踊ってくれ。あれは私の宴会芸、安売りはできない。あら、ムーンウォークどうやって身につけたの？繰り返しテレビを見て動きを盗む。おお、何気にセンスあるわ。ミヤコは何気にすごいからな。褒められた。ところで弟、なんかこうピリッと面白いことはないか？人生なんてのは退屈なものさ。ん？なんだなんだ？なんだかヤマトの様子が変ね。みんなどこかしら変なのさ。なるほど、変だな。マスコミに踊らされるなよ。いきなり批判。これは子供時代を彷彿とさせるな。そんなヤマトも素敵。受け入れているあたり、ミヤコもさすがだな。ヤマトは私の運命の人だから。人の運命は死、それ以外は本人の意志と努力で変えられるさ。何をおっしゃってるんでしょうね。ヤマト号は今頃花粉にでもやられたのかい？いきなりこうなったのは何か事情があるのかもしれないぞ。ほう、今までの経験が生きたな、クリス。よくぞそれを見抜いた。なんだかイラッとくる上から目線だな。何なんだ。理由は言えないね。俺もまたルールに縛られているからな。なんというニヒル、まさしく子供時代。そんなヤマトでもラブだから付き合って。俺も冷やし中華を始めるみたいに、ラブを始めましたって感じで恋愛でもしてみるかな。会話つながってないな。本当にヤマトノリノリだな。っていうか今のフレーズ何かの引用っぽいし。ってことは付き合うの OK？ 互いの心を摩耗するだけだ、やめておこう。なかなか面白い罰ゲームだな。あ、見破った。子供時代を再現してるわけね。今もガキさ、俺もお前も。だんだんうざくなってきた。ヤマトさん、こんな感じだったんですね。噂には聞いていたが強烈だな。おら、びっくり。おお、みんな理解が早いな。しかしヤマト、なんでまたそんな性格だったんだ？男なら誰でもかかる病気なのさ。そうなのか？誰でもかどうかは知らないけどね。少し背伸びしたい年頃にニヒルなものに憧れる病気か。お前たちはその病気にもうかかったのか？どうかな。僕はセーフだったかも。かかってた。モロはとっくに感染済みだろう。こいつが中学生の時に作ったロールプレイングゲーム、すっげえくらい内容だし、無駄に人死にすぎだろ。うわあ、それは忘れてよ。もう自分で作った世界を人に見られるのは確かに恥ずかしいね。あのゲームの最強魔法なんだっけ、名前が受けた気がする。恥ずかしいってば、やめてやめて。ガクトだっていきなりアメリカを批判し始めた時あったよな。ちゃんと勉強して歴史を把握した上で言ったんだよ。あ、そういえばあの時やたらコーヒーにもハマってたね。無理してブラックをすすっていたな。確かにあの頃の俺様は無理して泥水をすすっていた。洋楽も熱心に聞いてたよな。ま、俺もエアロは好きだけどよ。やべ、こういうこと改めて言われると恥ずかしいな。でもそういうのもも先輩にもあった気がする。そうか、ネットに書いてあることを鵜呑みにしていた。
さっきのガクトにも似てるけど、 J-POP を否定気味だった。ああ、確かにそんな時期もあったかな。なんだなんだ結局は同じ穴のムジナというわけか。なんだかずれぞ。俺もその病気にかかりたい。キャップは常時かかってるようで、全くかかってないようで。つうか前からこんな感じだし、ほんとキャラがブレねえ。カッコつけたこととか言えばいいんだろ。俺は風、誰にも止められないぜ。あ、なんかそれっぽい。いつも通りだけどな。これ要するにさ、イケメンが言えば何でもいいんじゃね。見た目がいいのがキザなこと言ったら決まるしね。最後は自虐なんだ。いやいや、イケメンじゃないってこと自覚しているだけで別にどこも自虐じゃねえから、ブサイクってわけじゃねえぞ。マジでマジで。そこの微妙なラインは重要らしいですね。しょうもない。ミヤコの言う通りだぞ。お前たち少しは落ち着きを持て。外ではしゃぎすぎないでくれよ。恥ずかしい思いをするのは俺だからな。なあヤマト。なんだキャップ。もう罰ゲーム時間とっくに過ぎてるぞ。え？あーっとこれは恥ずかしい。ヤマト顔真っ赤。可愛いね。くくく。まるで成長していないんだな、ヤマト。ヤマトに大爆笑だぜ。こら、失礼ですよ、マツカセ。おやおや、転げ回って悔しがってるぞ。よほどやめてほしいんだね。やめないけど、S もいけるアピール。ミヤコやるな。よし、では自分も絶対に許さない。よし、うわー、ニヒルブットヤマトのモノマネしちゃう。みんなヤマトに悪いわよ。そういうカズコさんも笑ってますよ。マユッチもね。もうやめてやれ。ヤマトのライフはゼロだ。いや、やめないぞ。オーバーキル大好き。うわ、容赦ないな。やっぱりニヒルぶったところで何も生み出せないね、ヤマト。自分に見合った生き方が大事だな。良い子のみんなも真似しないようにな。要は秀夫様の優雅なるスイーツタイム。ふぅ、こうも連日会議だと気がめいるわ。お疲れ様です、秀夫様。もう我は寝るぞ。ウォーターベッドで和子殿の夢を見よう。その前に書類の山を決裁されると今朝ご予定を。あー、そうであったわ。おちおち寝てもおれんな。無理をせずお休みになられては。何、これもヒーローの定めよ。ボンプが安らかに眠れるように頑張らねばな。秀夫様、何かあれば呼ぶ。それまでお前は休んでいろ。いえ、お邪魔でなければおそばに。好きにしろ。はい、秀夫様。最近秀夫様がご多忙すぎる。何か気を紛らわせて差し上げたいが、どうするべきか。明日学校で誰かに相談してみるか。とはいえ、誰に相談するべきか。おい、メイドが下向いて歩いていたらいかんぞ。あん？別にお前らのメイドってわけじゃねえんだよ、タコ。相変わらず、秀夫がいないときっつい言葉遣いだな。服は可愛いのにね。風間ファミリーか。ちょうどいい。質問があるんだ、答えろや。それが一人物を頼む態度か、こら！ほんとな！クキだろうが気に入らない奴は骨を外すぞ。場合によっては金を出す。どうぞ、何でもお尋ねくださいませ。さすがクキのメイド。いよ、太っ腹。自分で言っておいてなんだが分かりやすいな、お前たち。まったく、みんな金にはうるさいな。お金お金というのは良くないぞ。金に困ったことのないお嬢様は黙っておこうか。そんなにお嬢様でもないと思うが。今日寮に届いた熊のぬいぐるみ、あれいくらだよ。わからないが、9万円ぐらいだったと思うぞ。おい、でもあれは自分が買ったんじゃないぞ。父様が自分がテストで82点を取った記念にくれたんだ。で、ご用件をどうぞ。無視するな。お前たち、人を笑わせる才能あるか。ガクトなんて存在だけで笑い取れてるだろう。
取れてねえよ。ある人を笑わせてほしい。できるか。モモ先輩はアメリカンジョークが得意。残念でした。今回はもうそんな無茶ぶりに応じるキャラじゃないんだよ。やはりお笑いと言ったらマユッチだろ。なぜですか。キラーパスが横行しているチームだな。よし1年生、じっとあたいを笑わしてみろよ。ま、松風、即興で行きます。ついてきてください。あ、イエス。どうも、北陸ロンリーです。寝てやります。私思うんですけどね、松風。なんだい、まゆち。ハンギョジンって無敵じゃないですか。まあ、確かにあいつら水陸両用だからな。複数形ってことは複数人いるんですかね。まあ、まゆちは一人なんだけどね。いきなりの自虐。まあ、その便利なハンギョジン、まゆちちょっとやってみ。こんにちは。あの、雑巾貸してください。歩いた後ヌルヌルなんです。便利どころか人に迷惑かけてんじゃねえか。代われ、オラがやる。よ、姉ちゃん、俺マーマン。ミート、そこのリバーでデートしな。デリシャスのフィッシュイートさせてあげるよ。ただのルーじゃないですか。私がやります。意味って快適だから、船の上にいるそこのあなたも海中へ行きましょう。ほら、遠慮せず、さあ、そう。階段になりつつあんじゃないか、オラがやる。うへへへへへ。姉ちゃん、オラのエラを優しく撫でてごらん。驚きの展開が君要素変質者じゃないですか。冷静に考えると、ハンギョジンでどっちも中途半端で損してるよね。これからは日本人と外国人が半分とかどうですか。元からあるやないっけ。もうええわ。どうもありがとうございました。マスター。チッ。おい、なんだよこの湿った空気。ミヤコ、採点してやれ。二人ボケというジャンルはすでにいるので、もう一工夫欲しかったかな。自虐のところは良かったから、その勢いを落とさずにもっと多くのネタで畳みかけるように。なんという鋭く具体的なツッコミ。どうやらお前たちに笑いを求めるのは酷だったようだな。待て、そう思われるとなんか悔しいぞ。人の笑いはそれぞれだ。たまたま合わないと割り切れば問題ない。バカ野郎、お前少し打算的すぎるぞ。前に進もうぜ。キャップは前が崖でも進むから、俺はストッパーなんだよ。ああ、悪かった。まあ確かに今のあたいのテンションじゃ面白いことやっても笑えねえな。あたいってなんか古くせえな。お前が笑ってどうすんだ。あん、でこれ何の話だったっけ。私の今日のパンツの色をヤマトが当てるところ。白。答えるの。答えは入ってません。ヒュー。人の会話聞かないって言われるだろ、お前たち。俺はそれを成績表に書かれるぐらいだぜ。実はな、秀夫様が最近お疲れなんだよ。仕事が忙しくて。それで、せめて笑いを与えようと。いい話だね。茎の財力ならお笑い芸人でも雇えばいい。秀夫様はな、身内ネタが結構受ける人なんだよ。他のギャグだとギャグとみなさないというか。なかなかめんどくさい人なんだね。おい、ガクトと私で爆発コントとかどうだ。それモモ先輩だけ無事じゃねえか。強引な笑いはどうかな。他の手段を探した方がいいかもね。疲れを癒すもの、それは食事。ああ、そういや秀夫様、スイーツが結構お好きだったな。それだ。よーし、俺たち風間ファミリーが久喜秀夫に甘いものを提供してやる。それだけの腕があるのかよ。まゆっちなめんな。ここで私ですか。プロの料理に慣れてる下はハードル高いな。オプション料金もんだぜ。ある意味庶民の美味しさというのが合うかもしれないし。テストを通過したらいいぜ。でもこれお金もらうの悪い気がするわね。いや、知り合いだからって気を抜かれたくはねえからな。こっちの本気だと思ってくれ。よし、お前の本気確かに受け取った。明日島津寮に迎えのバスを出すから、それに乗りな。秀夫様はな、フルーツと組み合わせたケーキとか好きなんだぞ。なるほど。これは助っ人を手配しておいた方が良さそうだな。あ、そうだ、クッキーも連れて行ってあげよ。着いた着いた、隣町に到着。よく来たな。眺めのいい場所を用意したぜ。ラグナマークの70階とはね、高さ296メートルだよ。高いところに来るとワクワクするな。それはわかる。町は見下ろすに限るな。川上見えるかな。お、あそこにあるのがそうじゃないか。おお、あの3つつながってるビルなんだっけ。
巨大複合施設のクイーンズスクエア七浜だね。観光に来たわけじゃねえだろおい。悪いねゲンさん、わざわざ来てもらって。別にお前のためじゃねえ。たまには何か作らねえと腕も鈍るからな。食材含めて料理に必要なものは一通り用意した。自由に使ってくれ。仕込みしたものを持ってきました。ほう、なかなか気合入ってそうじゃねえか。仕方ねえから手伝ってやる。よろしくお願いします。さあ俺たちは応援に大ハッスルだ。味見は任せろ。マユッチ調理中。できました。クリームチーズムースと桃のコンポートです。桃とケーキってすごく甘そうだな。甘すぎは NG だぜ。これはうめえじゃねえか。桃だけだと甘いだけになりがちなので、スパイスを効かせてすっきりさせてるぜ。だろう、桃を一晩寝かせるんだけど、それにコツがいるんだぜ。見たか、これが風間ファミリーの実力だ。いいだろう、今日の料理人はお前たちに決定だ。壮大なテストだったけど結果出せたね。しゃあ、うまい菓子作って、ついでに貧困生活脱出だ。というかさ、真夕澄と源以外いらなくねえか。ついに言われた。皆さん優秀な助手なんです。 Do you understand? ま、いいか、多い方がスイーツも多く作れるし。ということで通らせてもらいますよ。ま、いいか。よし、どんどん頼むぜ。あたいは秀夫様を呼んでくるとしよう。ねっはははは、上機嫌である。出来上がりまでしばしお待ちください。秀夫様、間もなくですので。うむ、ね、久しぶりだなクッキー。ご機嫌よ元ご主人様。今日は僕が料理を運ぶ役をするよ。面白い趣向だ。和子殿が我のためにスイーツを作ってくれるとはな。いや、和子単品じゃないからね、10人ぐらいで作るから。時間を割いてでも食す価値がある。この人都合の悪いところは聞き流すな。今余計な話は聞いておれん。我はロマンティストなのだ。この部屋花でいっぱいだからね。和子殿のために即席で用意した。気に入る香りならいいが、安住め、このような吉事もっと早く知らせればいいものを。ああ、和子殿の作るスイーツどんなものだろうか。我の心はすでに甘くなっている。ところでもっとご主人様、僕って国民年金は払わなくていいの？お前いきなり現実に引き戻すな。当然払う必要なし。得したような寂しいような。贅沢な悩みだな。感情が随分と発達している。そうなんだよ、だから興奮しちゃった。すぐ戦闘形態になってしまうんだ。物騒なロボだぜ。さて、そろそろ厨房は用意が終わる頃だな。できたぜ。もう夏ってことで皿盛りのスイカデザートだ。おお、これはまた美味しそうだな。ソースを敷いてからくり抜いたスイカを乗せてるのか。な、食べていいか。ああ、俺とゲンさんの愛の力作だぜ。お前は卵黄と砂糖混ぜたり鍋に火をつけたりしてただけだろ。それでも自分のできることをやりきった。俺だってスイカを細かくくり抜いたもんね。はいはい。ワインにつけたスイカの味がいいな。何個でも食べられる。食べすぎるなよ。私はさっきテストで作ったものでいきます。桃がいい仕事してるな。ナイスピーチ。お前遠慮なく食べるな。自分は味見係だからな。あれ、そういう話だったっけ。初めて知ったぞ。私はこれを作った。えへん、冷たいラズベリーケーキ。やべえ、目を離した隙にミヤコがなんか作ってた。私はヤマトから目を離してないけどね。クックッ。おいおい、辛いんじゃねえだろうな。見た目がピンクだから判断しにくいな。ワンコ嗅いでみろ。うん、甘い匂いが強すぎてそれしかしないわ。材料は何を入れたんですか、みやこさん。冷凍ラズベリーに砂糖に粉ゼラチン。なんだ普通じゃねえか。
生クリームと赤っぽいの少々。赤っぽいのってなんだよ。見てたけど何を混入していたのかわからなかった。なんか失礼だな。全然平気だよ、ほら。こうして見ると本当大丈夫そうではあるが。騙されるなよ。宮子は世界一辛いカレーを悠々とおかわりしてみせるやつだぞ。俺は次の日トイレで大変なことになったというのにな。よし、クリス、当然これも味見するんだよな。いや、それはちょっと。こういう時だけずるいぞ。それとも何か、ナイト様は逃げるのか。ふ、誰が逃げるか。そのケーキ貸せ。あ、うん、ん、甘い。美味しいじゃないか。でしょ、生地とムースを交互に重ねてるんだ。これはうまいぞ。ヤマトもどうだ。いや、クリス食べていいよ。美味しいのにな。中心部分には隠し味にからしを練り込んでおいたの。水。安心しろ、こういうお家だと予測済み。用意してあるぜ。だったら止めればいいだろう。クリス、そんなオーバーにされたら私傷つく。傷ついたのは自分の舌だ。おい、料理運びに来たよ。よし、ヒデオにどんどん食わせよう。おう、お前たち、我のためにご苦労。まずはマユッチの料理から食べてもらおう。それもありがたくいただくが、まずはカズコ殿の手料理に決まっている。お前的にはそれはメインディッシュだろ。いきなりいいのかよ。ああ、まず何を置いてもカズコ殿優先。すまぬな、愛ゆえのエコひいきだ。モテるな妹。嬉しいんだけど。はい、じゃあ一品目は川上姉妹お手製のフルーツのショートケーキ。ショートケーキとは基本にして頂点。そのナイスチョイスは我が伝記にも記され、末代まで語り継がれるであろうな。いや、そう褒められると照れるな。姉の方でやったか。まあよい、いただきます。スポンジをスライスしたりシロップを塗ったりしたのは私で、泡立てたり混ぜたりの作業は私。お前ケーキ作れるんだな。これぐらいは本とか読めばな。複雑になると慣れも必要だろうが。さすが美少女、軍師じゃなくて太鼓持ちっぽいぞ。士気が上がるように軍太鼓叩いてんだよ。気を使ってるわけね。ああ、ブランデーの味が大人である。またこれでもかと盛られたフルーツも男子には嬉しい。それに何より愛情というスパイスがこの料理を最高のものにしている。そんな調味料入れたか。一生懸命は作ったけどね。入れたことにしておけって。そうするか。焼きもち焼くなよ弟。大丈夫だろ、私たちの愛がチューブ1本分ぐらい入ってるからな。幸せが我を包むぞ。ボーナス確定かな。誰もが幸せになるプロジェクトでよかったぜ。よかったです、ヒデオ様。どんどん食べてくださいね。それじゃあ次のメニューはマユズミの。おう、持ってくるがいい。さらに次はみんなもっとな。おお、まだあるのか。いよいよ俺様たちの汗が染み込んだスイーツだ。その表現はどうかと思うけど、苦労して作ったもんね。お次はガクトとモロの。待て待て、アズミ、今までのもうまいが、これだけ食べてはさすがに甘ったるいわ。申し訳ありません、ヒデオ様。クッキー、このメイドはな、お前が元気ないからこうやって盛り上げようとしてたんだぞ。ちょ、ま、そうか、そういう気遣いをさせてしまったか。身内へ愚痴るなど、まだまだ我も青いな。いえいえ、私に愚痴らず誰に愚痴るというのです。どうぞお気遣いなく。そなたこそ誠の中心よ、嬉しく思うぞ。いい感じで褒められたろう。さてよろしくな。ああ、余計なこと言わなければいい人になったのに。いいよ、そんなのより借金返すための金が欲しい。女の子はいつだって切実ね。脳に栄養がいったところで仕事だ。頑張れよ、
どっかに冒険する企画出たら俺使ってくれ。売り込みだわ。深海だろうが秘境だろうが何かしら持って帰ってくるからよ。お前は宇宙にでも行ってろ。やべえ、俺評価されてね。呆れられてると思うよ。さて、スタミナが空になるまでやってみるか。ではそれが切れた暁には今度は肉料理的なものを。もうええっちゅうねん。第5話、クリス、歯医者へ行く。どうしたのクリ、なんか今日元気ないわね。悩み事があるなら相談してみろ。ズバリ恋の悩みと見た。昨日の夜から歯が痛いんだ。全然違うじゃないか美和子。そんな日もあるさ。歯が痛いって虫歯ってことかしら。その虫歯になったことがないからわからないんだ。へえ、歯を大事にしていたんだね。私も虫歯なんてなかったぞ。私もないわ。ないよ。同じくありません。うお、女子連中すげえな。牛娘は歯が命。俺普通に虫歯経験あるんだが。俺ない。いいな。いや全然良くないって。モロは結構歯医者行ってたもんな。まあ慣れたね。歯医者にはうるさいよ僕。あ、じゃあ質問なんだけど、治療中ジョイさんの胸が当たりそうでドッキドキなんだけど、あれってやっぱりこっちを誘惑してるのか。めでたい思考回路してるな。歯医者さんの場合は意識しないとそう簡単には当たらないって書いてあったよ、ネットに。調べ済みとはさすがむっつり。人聞きの悪いこと言わないで。真面目に治療してんだから気にしてねえんじゃね。減るもんじゃないしさ。それを言ったらロマンがないと思うガクトであった。まさしく。ああ、でも知り合いのジョイさんも同じようなこと言ってた。どこでそんな知り合い作ったんだ。知人の知人程度だって。どこを診察させたんだ。させてねえ。私も診察する。誰か助けてくれ。つーか、こっちとしても治療中に胸なんか当たったらうざいだろう。口に当たれば呼吸できないじゃん。いやいや、極上の麻酔だと思うがね。はい、じゃあちょっと胸にしますよ。ノリがいいのは嬉しいが、もういいって。胸が当たって嬉しくないとか、やっぱりキャップはなんか欠落してるぜ。痛そうだね。冷たいもの飲むと染みるか。あったかいものでも染みるんだ。症状が重そうな予感がする。ドクターピーチが診察してやろう。クリ、あんして。あー、左の奥歯か。なるほどな。どれ。あ、本当だ。あよ、私も見る。まだ閉じないでね。うひゃ、痛そう。染みるはずですね。はい、まだ閉じない。あー、本当だ。これぽっかりだ。甘いものばっか食べてるからだ。自分の歯は見せ物ではない。レモン汁とかかけたらきつそうだな。その発想だけで痛いぞ。クリの弱点発見だわ。押してやろうかしら。卑怯だ。冗談よ。さっさと病院行くべきね。モロ、おすすめを教えてあげて。おすすめの歯医者は遠い場所に行っちゃったんだ。七浜の方。通うとなると距離ありますね。あ、じゃあゲンさんに聞こうぜ。そういうのも詳しそうだ。よし、じゃあ島津寮に行ってみっか。で、わざわざゾロゾロここまで来たのか。私たちはここに住んでますし。実は俺様もちょっと冷たいものが染み出したんだ。早めに見てもらおうと思ってよ。ああ、だから今日アイス食べきるの遅かったんだ。ああ、男らしく我慢しようと思ったが、クリス見てたら行った方がいいかなって。おすすめの歯医者ね。歯にうるさいゲンさんなら知ってるかなって。勝手にキャラ付けするなよ。俺も将来親知らずとかお世話になるかもしれないしな。そういえば親知らずってのは抜歯する必要あるの？人によるみたいだけど。結構な確率で抜くらしいな。抜くらしいんだよ。2回言わなくていいの。親父が言ってたが、親知らずは専門の口腔外科で手術扱いで抜いてもらうと早いらしい。そうすると一瞬なのか。上下一遍に抜いてもあっという間だってよ。
すごいね。町の歯医者だと慣れ不慣れがあるからな。ああ、掲示板で読んだが、かかる場合は2時間ぐらい苦しむらしい。ま、どうせならさっさと終わる方がいいわな。最近は視力が一気に良くなる手術もあるんだろ。すげえよな。レーシックか。やってる最中地震が来たら怖いな。ヤマト、地震関係気遣いすぎじゃねえ。親戚から苦労話を聞かされたら気をつけようとするさ。確かにいいよな、レーシック。10年後20年後目がどうなるか不安もあるが。どうよアンコ、俺様たちかなり知的な話をしちまったぜ。そもそもこいつはそういうの一切必要なさそうだな。でゲンさん、おすすめの歯医者。ち、しょうがねえ、いくつか教えてやる。やはり源殿は優しいな。勘違いするな。暗い顔で飯食われたらこっちが気分悪くなる。それだけだ。話は聞かせてもらったぞ。おう、クッキー、どこ行ってたんだ。不機材罰でバージョンアップしていたのだ。アップデートできるんだ、クッキーって。それより歯医者を探しているそうだな。いきなりどうしたんだ。奇遇だな。実はアップデートした機能が2つあってな。1つがヒヨコのオスとメスの選別、そしてもう1つが歯科医師データのインストールだ。関係ない2つだな。両方しっかり免許も取得してきたぞ。じゃん。おお。機材も体に収納されている。どうだ、ただでやってやるぞ。そいつは話が早くて助かるぜ。胸が当たる楽しみがないのは残念だがな。っていうかガクトはどうせ胸に頭をグイグイ近づけるんだろ。わかる。露骨だとジョイさんの間で噂になっちゃうぞ。あのおっぱいハンターまた来たわよとか。あ、そんなあだ名は嫌すぎる。しかもハントできてないから余計に悲しい。ちゃんとしたところで見てもらった方がよくないか。でもズキズキするから治療してほしいし、それに今日は日曜じゃねえか。日曜となればやっている病院も限られるだろう。ではクッキー、正式にお願いする。任せておくがいい。洗面所でオペしようか。クリス、痛いなら先でいいぜ。ありがとう。いや待て、クリスが後だ。ヤマト、なんでそんな意地悪言うんだ。違う、逆にクッキー相手だから念のためだ。オペとか言ってたぞ。考えすぎだって、あいつ免許持ってるじゃん。そうだけど、あんまり慎重すぎなのも良くないよヤマト。だから付き合って。石橋は叩いて渡るべきだ。お友達でさりげなく告白してさりげなく振られた。大体たかが歯の治療だろ。オーバーだ。たかがって、歯医者のこと何も知らないんだろ。いいさ、俺様が先に行ってとっとと終わらせてくればヤマトも納得するだろ。治療の用意ができたぞ。すごい、本当の歯医者さんと変わらないよ。だろう、歯医者なりきりセットだ。こんな多くの機材を体の中に入れるとは非常識な。あなたの強さに比べたら常識的だ。ああ、なんだこのロボ、反抗的だぞ。まあまあ、今治療できるんだからよしとしよう。では椅子に座ってうがいをして。ほう、まずうがいするのか。本当に何も知らないんだねクリス。あ、なんだか僕まで緊張してきた。もろ関係ないじゃないか。それでも条件反射でね、恐怖が刻み込まれてるのかな。なんだなんだ、情けないぞもろ。歯医者ごときで怯えていて。昔食の勘は麻酔なしで棒をやりながら腕の骨を削らせたというぞ。無人であるもの、それぐらいの心根でいかないとな。ではあーんして。あーん、なるほど。虫歯だな。こうしてつつかれると言いたいか。あーん、こうやって叩かれるとしみるか。えげ、だから痛いって。なんだかガクトが痛がってるが。痛いところ治療されるわけだからね。そうか、まあ少しぐらいは仕方ないな。うん、ちょっと削っておこう。覚悟はいいな。おい、荒っぽくやるなよ。分かっている。痛かったら左手を上げるんだな。握りしめておけ。おい、行くぞ。デスシリンダーを稼働させる。もっと優しい名前にしておけよ。
なんだ、すごい音がしてるぞ。簡単に言うとドリルで歯を削ろうとしてんだよ。ヤマト、それは嘘に決まってるだろ。すぐにカンパできるぞ。間違ってないよ。いつ聞いても心よくない音だぜ。本当に削るのか。歯って人体の一部だぞ。それを削るのか。クリス、うろたえるなよ。たかが歯の治療なんだろ。別にうろたえてないぞ。本当だ、本当なんだからな。みんなこれぐらいの痛みは耐えるのだ。さすがなんだな。日本に限ったことじゃないと思うけど。私はクッキー第二形態、そのおかげで2という数字が好きでね。ゲッターとかもね、2が好きでね。行くぞクッキードリル。オーバーだな。おいおい、いいのか、悲鳴あげてるぞ。まあ子供が泣くとかは歯医者さんでの名物だから。そんなに痛いのか。というかあの音が不快だなあ。ああいう治療以外に方法はないのか。ない。そろそろ次クリスだぞ。おいおいクリス、白状しとけよ。怖いんだろ。ちょっと認めちゃったよ。ああ、ヤマトが必要以上に怖がらせるから。ほんと、ヤマトはクリスいじめが好きだよな。人聞きの悪いこと言うな。俺の爽やかなイメージが。そんなものはない。ですよね。というかお前武術の鍛錬で痛い思いもしてるだろ。それと口の中で痛い部分をドリルで削るのは別だ。終わったぞ。強烈すぎるだろロボ先生。治ってはいるのか。ああ、そこは間違いない。だけど痛えよ。見栄を張るガクトにそこまで泣きが入るとは。次の方どうぞ。自分の番だ。クリス、怖かったらやめていいんだぞ。明日まで我慢して病院探すのもありだよ。それとも親に電話して相談してみたらどう。みんな、わかった。早速マルさんに電話して。どうしたクリス。なんだその生温かい目は。自分を哀れんだな。そんなことないってお嬢様。よし、ここで絶対治療する決めたんだ。おい無理するな。してないしてない、無理してない。情けないところを見せてしまったが、これぐらいがなんだ。自分ならできる。自分で自分を鼓舞している。クリスティアーネ・フリードリヒ、行ってくるぞ。はい、では案して。ああ、これは見事な虫歯だね。じゃあちょっとチクッとするけど麻酔しちゃうぞ。麻酔？そう、はい、力抜いて。てい！てい、てい、てい、てい！それじゃあ削るよ。怖くない、痛くない。よー、バイフィン。あれ？全然痛くないぞ。ということで、終わってみれば大したことないではないか。まあ初めは 3,4 回チクッとしたが、神経まで近かったからな。さすがに麻酔なしでは痛いだろ。俺様も初めからそうしろよ。男がギャーギャー言うな。私がメンテナンスされるときはもっと堂々としていたぞ。お前痛覚ないだろうが。心の痛みは感じるさ。ロボ呼ばわりされてはな。お前、どう、一仕事終えた後の廃屋はうまいな。やっぱどこから見てもロボだな。おい、クリス宛にやたらでかい荷物が届いたぞ。それは父様からのお祝い品だ。やったー。歯医者行っただけでお祝い、というか厳密に言えば歯医者ですらない。
しかもその日のうちに来ると。何せ試練だったからな。乗り越えてみせたぞ。人はこうして大人の階段を登っていくんだな、都。うん、まあかなりエスカレーターな気はするけど。よーし、敗者は制圧した。次は耳か目か、どんとこーい。さてさて、次回のドラマ CD マジ恋第3巻は？ゲンさん、お友達を紹介してよ。ああ、めんどくせえな。じゃあ親父でも呼んどくか。あとはスグルとかもいいね。自分と都がジャケットになっているぞ。よろしく頼む。くくく、主役は私。今、思いが盛大に弾ける。無事に発売されることを祈っていてくれ。それでは、今回はここまでとする。お疲れ様でした、秀夫様。それじゃ、バイバイ。またどこかで会おう。